口は出さずに金は出す。これはソフトバンクのオーナー孫正義氏に敬意を表した言葉として有名です。一方で金も出すが口も出すとたびたび批判されているのが楽天のオーナー三木谷博氏です。この三木谷氏の現場介入が原因で楽天内部ではたびたび対立が生じています。今回は楽天の異質な運営体制について紹介します。楽天の実態。三木谷氏の現場介入が話題になったのは2015年のこと。当時一軍打撃コーチを務めていた田代富雄氏がシーズン途中に退任したことがきっかけです。球団からは成績不振による退任と発表されましたが、田代氏はずっと辞めようと思ってたんだ、やっぱり許せないものは許せないと楽天のオーナー三木谷氏との確執を語りました。田代氏によると三木谷氏はイーグルスの現場にたびたび介入、試合ごとにオーナー、監督、コーチ、フロントが携帯電話でやり取りする。試合前は数パターンの打順をオーナーに提出し意見を仰ぐ。期待を込めてスタメンに抜擢した選手や調子が上がり始めていた外国人選手が三木谷氏の一声でスタメン落ちするなど、現場を任される身として我慢ならない状況だったそうです。この現場介入はメディア各社が報道し、三木谷氏を非難する声も多く上がりました。しかし状況は変わらず、2022年には堀江貴文氏がすごく口出すらしいよ、三木谷さんは、だって俺さ楽天球団長いこと社長やってた立花陽三って仲良くてさ、大変だったらしいよ、打順まで言うらしいよ、試合中に電話かけてくるらしいよと発言するなど、三木谷氏による現場介入は現在も継続しているようです。この三木谷氏の行動は実は球団設立当初から行われており、楽天の初代監督田尾靖氏とも対立しました。田尾 vs 三木谷。楽天は2004年に誕生した新興球団で、その初代監督を務めたのが田尾氏です。田尾氏は監督のオファーを受けた当初、確実に最下位になる球団の監督がどうなるか知っていますか？周囲からの評価はガタ落ちになり、嫌が応にでも厳しい立場にさらされます。今の状態で満足しているので地獄に落とさないでくださいと語ったそうです。それでも最終的には引き受けることを決め、オーナーの三木谷氏に対しては、僕は自分が正しいと思うことしかやらない監督です、それが嫌なら尻尾を振る人はいっぱいいるから、そういう人にやらせてあげたらいい、僕は何よりも東北にできた球団をいい方向に持っていきたいと意思を表明。こうして楽天の初代監督を務めた田尾氏ですが、三木谷氏との良好な関係を築くことはできませんでした。まず開幕から1ヶ月も経っていない4月に、三木谷氏が部下を介して若手を使えと監督に要請します。しかし田尾監督は、使いたいのは山々だが今使える若手が見当たらないと要請を拒否。早くも暗雲が立ち込めます。続く4月下旬には強引な形で現場に介入、11連敗の責任という形でヘッドコーチの山下大輔氏と打撃コーチの駒田典弘氏を2軍へ降格させたのです。これには田尾氏も、2人のコーチがダメで負けているわけじゃないからそれはおかしいと抗議しますが、結局覆らず、後に若いオーナーだからいろいろ言ってくるだろうという思いは就任した時からありましたよ、でも口を出すなら直接僕に言ってほしかった、間に人を挟むと正しく伝わらないことが多いですから、何度もそう言ったんですが、オーナーから僕へ直接質問や文句が来ることはありませんでしたと不満を示すように、両者の関係に亀裂が入りました。そして決定的な出来事が8月2度目の11連敗を喫した際に起こります。それが三木谷氏が田尾監督に対して部下を介して行った、次の試合に負けたらやめてほしいという通達です。この時田尾監督は、わかりました、ではその試合に勝ったらどうなるんですかと質問すると、部下は勝ったら今まで通りやってくださいと返答。これには田尾監督が大激怒します。お前らなんだその薄っぺらい考えは、監督一人辞めさせるのが一つの勝ち負けか、俺はそんな薄っぺらい気持ちでこの仕事を受けてないぞ、俺は納得いかんから今から三木谷さんに電話する、ちょっと来い三木谷氏に直接電話をかけますが繋がらず、その後も三木谷氏から折り返しの連絡はなく、田尾監督は3年契約だったにもかかわらず、この年限りで解任されることになりました。そして10月に三木谷氏と面会した際は、社長、代表、
相談役が同席しており、大の大人が一人で来られないのかと思いましたね。最初に謝罪から入ってきたので、振り上げた拳を下ろすしかなかった。ただ最後に、この組織のままじゃ誰が監督でも強くなりませんよとはっきり伝えましたと語りました。このように現場介入をめぐってたびたび対立している三木谷氏ですが、対立相手は首脳陣だけではありません。楽天の正捕手として活躍した島本博選手の対談も三木谷氏が関連していると言われています。島 vs 三木谷。島選手は2006年の大学生社会人ドラフト3巡目で楽天に入団すると、1年目から125試合に出場。その後は正捕手に定着し、2010年には打率3割1分5厘をマークしました。また東日本大震災後のスピーチでの、見せましょう野球の底力をという発言や、球団設立初の日本一に輝いた2013年のチームを引っ張るなど、楽天の発展に大きく貢献。インターネットでは宮城県知事や仙台市長選挙に出馬すれば当選すると称されるほど圧倒的な存在感を誇りました。そんな島選手が楽天に対して不信感を抱いたのは2015年と言われています。というのも、この頃から三木谷氏による現場介入が本格化しており、島選手も影響を受けます。例えば試合中の投手交代のタイミングでスタメン捕手だった島選手もまとめて変えられるケースが何度も発生。ベンチ裏で、なんで俺が変えられなきゃいけないんですかと荒れる島選手に、当時の首脳陣は明確な説明ができないままなだめるだけ。現場が主体性を持てない体制に次第に不信感を募らせていったようです。自己最少の57試合の出場にとどまった2019年オフには、大事なクライマックスシリーズで上に呼ばれていないということは戦力として見られていないということ、ここまで来たら金額云々よりも少しでも出場機会だったり、フラットな目で見て勝負させてもらえるところに行きたいと退団を決意。将来は指導者として楽天復帰を熱望されているものの、実現するかはわからない状況です。このようにたびたび問題になる三木谷氏の行動は、プロ野球 OB からも批判されています。例えば広岡達郎氏は、やってはならないこと、本来は三木谷氏がやろうとしていることはフロントの仕事です、オーナーは金を出すのだから口を出すなとは言いませんが、まずは叱るべき立場のフロントにその考えを伝え、現場に落とし込むべきです。組織の形としてオーナーが作戦面にまで首を突っ込んでくるのはあってはならないことでしょう。良くない行動ですと語っています。また広岡氏は三木谷氏のせっかちな姿勢も問題視。というのも、広岡氏は2005年、三木谷氏からチーム強化に関する相談を受けたそうで、チームを長期的に強くするにはまずは指導者田尾監督を続投させて、勝ち方を知っているコーチを入れましょう、最低5年というスパンで我慢してチームを作りましょうとアドバイス。しかし三木谷氏は、5年は長すぎますね、3年で優勝できませんかねとしかめっ面を浮かべたそうです。結局広岡氏の提案は受け入れられずに終わったことで、初代監督の田尾氏の解任にもつながりました。一方で三木谷氏の現場介入を肯定的に捉える人物もいます。それが2015年に楽天の監督を務めたデーブ大久保氏です。デーブ氏は三木谷氏の現場介入について、確かに言ってくるよ、この選手使わない方がいいんじゃないとか、でも三木谷さん試合終わって3回くらい見直すのよ、俺らより見てるのよ、すごいんだから、例えば出塁率の高いペーニャ、雰囲気上4番手だけで出塁率がいいなら2番に置けばいいんじゃないって。松井和夫は出塁率は低いんだけど得点圏打率は3割5分、だったらペーニャが出塁した後に和夫でいいんじゃないって理にかなっているのよと自身の YouTube チャンネルでフォローしています。さらに他にも、みんなさ三木谷さんからファックスが届いたとか言うけど、あれはどの球団でもある、愛情もある人なのに、マスコミとか周りに三木谷会長が現場に介入みたいな言われ方したのも嫌でしたね。別に介入して何が悪いのって思ってるし、ちゃんと東大の統計学の先生とかも入れてそこで話してるからね会長たちは、とたびたび発言しており、三木谷氏を評価していることがうかがえます。三木谷氏本人は2015年に自身の行動について、抜本的な球団改革の年にするため、フロントと現場が一体となる組織的なマネジメントを進めていて、そのための現場介入と発言、あくまで組織のためだと強調しています。金も出すが口も出す、
今後もこの姿勢は続くことになりそうです。というわけで今回は楽天の運営体制について紹介しました。このように賛否両論ある三木谷氏の現場介入、皆さんはどのようにお考えでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。本日はご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それでは。